少豪杰壮志未酬，天地之间聚散一壶酒，大江东去浪淘尽多少悲愁，出汗已不是谁都难感受。天下氷はうまそうだ。お前たちも食え。ほらほら、酒も肉もたっぷりだ。食わなきゃ。そんな、ほらほら、どうも、ほら乾杯しよう。さあさあさあ、飲め飲め。乾杯だ。ほらほら、飲め飲め。おい、もっといける。飲め飲め。な、うまいだろ。運がいいな。寒いよ。俺たちだって寒い。あ、おい、もっと食おうぜ。寒いか。ああ寒いなら中に入ってろ。え、ああ腹が減った。中にあるだろ。腐ってるんだ。あ、くれ。あ、ふざけるな。美味しいか、食うか。ほら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 、ほれ。食べ物をくれないのならば、せめて水だけでも飲ませてくれ。喉が渇いた。水？ああ、ほら水だよ。飲め。ほら、そうそうそう、飲め。え、ほれ。あっ。勝利罰が参りました。どうかご安心ください。義弟様。義士だ。この世にまだ義士が残っていたのだな。勝利罰将軍、そなたはまさに命の恩人だ。遅れたばかりに義弟様にこんな恥ずかしめを。いや、いいんだ勝利罰将軍。ひもじくて仕方がないのだ。あの肉を食べた後で改めて礼を言おうな。お待ちください義弟様。お召し上がりください。義弟様、肉の味はいかがですか。うん、とてもうまい。勝利罰将軍、そなたは私の命の恩人だ。うまい。ごゆっくりどうぞ。食べ終わったら旅立ちです。うん、そうだな、出発しよう。だが酒が少しでもあればもっとうまいのだが。
皇后様の命によりあなたの屍は傷つけず尊厳をお守りします。我々は兵を挙げ総を打つ。なんと皇が義弟を鎮剣で殺害したのだ。間違いない。義弟の殺害は皇の仕業である。今まで我々は皇に対して我慢を重ねてきた。我々官軍は皇に流刑囚のごとく追われ崖の道に沿ってあのような僻地に行った。今まで耐え続けてきたがやっとこの日が来た。今こそ兵を挙げて総を討つ。義弟を暗殺するとはなんと暴虐なのか。今降雨を討たなければいずれこちらがやられる。降雨は聖の地に出撃している。諸侯は降雨に不満を募らせているが統率する者がいない。今こそ皇羽を倒す絶好の機会だ。皇羽は天下の大役を犯して民の怒りを買った。我々は諸侯と逆賊を倒す同盟を結び力を結集して宋を倒し正義を取り戻す。皇羽には血で償わせる。将殿の言う通りだ。皇羽の討伐のため天下の力を集結しよう。つまり我々は諸侯と力を合わせるのだ。諸侯とは立国の王や貴族以外に自ら放棄した英雄も含む。たとえ諸侯を指図に従わせるのは無理でも手を組むことならばできる。我々が秦を倒した時は天下の民のために正義を貫いた。今度のその討伐は義弟のために正義を貫く。明日我々は義弟の葬儀を行う。そこで討伐を天下に告げる。はあ、天地に陣なし。義弟は在野から起きて各地の英雄たちに正義の旗を掲げさせた。秦を倒し立国を復興し民に敬慕されその名に恥じぬ天下の君主と言えた。だが皇羽は私利私欲のためにその義弟を鎮剣で恣意逆した。人倫あるゆえに徴用や損費がある。天道あるゆえに日や月や星がある。皇羽は義弟を殺し天道と人倫に背いた。この君主に背き国を盗んだ残忍な輩は誅殺せねばならない。正義のために手を挙げれば天下も声を上げる。我らは盟約を結び甲冑を身につけ義弟のために敵を討とう。罪人は血で償わせる。世の人々は共に義弟を立てこれに仕えた。だが皇羽は義弟を江南で殺した。大逆無道である。漢王自ら毛髪する。諸侯は喪服に改めよ。漢中の兵を発し三家をまとめ高官を下る。願わくば諸侯王に従い義弟を殺した者を討たん。劉邦の4年にわたる苦しい戦いがこうして始まった。楚と漢の戦いの正式な幕開けであった。
白鬼様。お着替えください、うん、どこへ行く？東へ。つまり関王の側に立つべきだというのか？いいえ、皇后の側に立つのです。皇后の兵は20万余り、そのうち15万は生から離れられない。だが関王は50万余りだ。お前は判断を誤っていないか？関軍が来るのに何日かかります？20日、いや30日。皇軍は5日。騎兵だけならば3日で足りる。ではどちらの軍なら勝てますか？どちらの軍にも勝てぬ。それなら近い方。新兵様、また皇后の使者が催促に来ました。わかったわかった、はあ、私も焦っているのだ。以前皇后から芝郷の討伐を命じられて、私は一兵も動かさずに投降させた。皇后は喜んで褒美をくれた。なのにまさか芝郷が再び裏切るとは。困ったな葵、どう説明すれば皇后に信じてもらえるのだ、皇后に許してもらえるのだ。この金印を皇后に渡そう。そうすれば察してくれるはずだ。待て。皇后にいただいた黄金と私が祖に仕えて手にした報酬だ。陳平様、せっかくの報酬です。手元に置いて使うべきです。黙れ。そんなことは承知の上だ。だがこれを持ち去れば、皇后は私のことを欲深い奴だと思い、そして私を殺そうとするだろう。そうなれば私は自分の命を守れるか。全部持って帰ってもらえ。はい。王様を頼ってやってきた者たちは受け入れるべきだ。諸君。諸君。よくいらした。皆関王のために働きたいのか？もちろんです。結構。来る者は誰でも賓客だ。大いに歓迎する。そうは言ってもお前たち気をつけろ。もし密偵だと分かった時は許さんからな。さあこっちだ。感謝します。関王に身を寄せた者は皆兄弟だ。さあ飲んでくれ。ほら乾杯。遠慮などするな。さあさあ食べてくれ。加工園将軍、ちょっとあちらでお話を。ああ、よかろう。加工園将軍、何とかして王様にお会いしたいのです。そう簡単に会えるお方じゃない。待つんだな。
これを。王様には陳平と伝えてください。会ってくださるはずです。努力してみるが期待はするな。何卒よろしく。どうぞ。王様、陳平拝謁いたします。ああ、挨拶は無用だ。立ってくれ。お前が陳平か。さようでございます。官軍に尽力してくれるとは心より礼を言わせてもらおう。恐れ入ります。王様、友人の義務地からの推薦状です。ああ、さ、座れ。感謝します。ああ、うん、なるほど。ああ、わかった。陳平、何でしょう。そんなに急いで何を伝えたいのだ。王様、宋を討伐するために挙兵されましたが、最初にどこを攻めるお考えで。何か考えが。王様、恐れながら申し上げます。まずは北条を攻めるべきです。北条。はい。北条はその都ではないか。王様、まさに北条がその都だからです。項羽が北条を都に定めたのには理由があります。北条は広い平野の中央にあるため、どこの敵を攻撃するにも便利な土地だからです。しかしこれは弱点でもあります。敵を攻めやすければ敵からも攻められやすいということ。もし王様が兵を出して北条を包囲すれば、どんなに固く守っても四方からの攻撃は防げない。今北条を守っているのは誰なのだ。現在項羽は清国征伐に専念しているため、守っているのは半蔵のはずです。半蔵。はい。陳平、半蔵というのは扱いにくい相手だ。我々の考えなどお見通しだろう。王様、半蔵は確かに最地に優れています。しかしいくら知恵や能力がある半蔵であっても、守りに向かない北条の欠点はどうにもできません。なるほど、確かに考えてみる価値はありそうだ。陳平、何でしょう。蘇にいた頃官職は何だった。私は蘇では都医の職に就いていました。都医か。はい。では都医として車に同乗し、俺のそばで使えろ。私がですか。なんだ、不満なのか。ああ、いえ。王様、私ごとき逃亡してきた実績もないものにそんな高い地位とは。この陳平、命を懸けて王様の恩に報います。どうやら我々は蘇軍と戦う前に魏鳳と戦わねばならない。正義王は兵を配置し陣を構え体制を整えています。ん、みんな座ってくれ。王様、ただ正義王は我々と本気で戦う気はなく、身を守りたいだけでは。さもなくば我々の移動中に奇襲すればよかったのに、そうはしませんでした。ああ、ということは正義王を説得できるのでは。説得か、それは良い考えだ。誰を派遣するか。私が行ってきましょう。いやいや、長次殿には頼めません。あなたは一国の王なのです。もし義法が合わなければ長次殿に恥をかかせてしまいます。たとえ会えたとしても義法が説得に対して承諾するとは限りません。王様、
私は義に仕えておりました。そのよしみでよく知っております。私が参ります。陳平。はい。お前が我が官軍に入って初めての功績を挙げる機会だ。今回はお前に任せよう。かしこまりました。では準備いたします。うん、行け。よし。では失礼いたします。では、うん、王様。なんだ。王様は祖国から逃げてきた者を受け入れた上、皆よりも高い位の官職を与えられました。いくらなんでも重用しすぎではありませんか。仲間も陰で不満を口にしています。皆命がけで戦い功績を立ててきたのに、これでは。わかった、もうよい。それは誰に対する不満なんだ。陳平に対する不満か、それとも俺か。いえ、ロアン、陳平は能力があるから使っているのだ。俺が使わず敵が使えば我が軍にとって不利益になるだろう。こんなに簡単な理屈がわからないのか。皆にも伝えろ。恨み事を言うな。決めるのは俺だ。はい、わかりました。陳平様がお見えになりました。陳平？北条の陳平か。何しに来た。項羽が使わしたに違いない。項羽は王様を劉邦と戦わせるつもりなのでは。私は勝てるだろうか。項羽が言った通りするのですか。項羽はあなたの王様なのですか。ではどうするべきかな。陳平殿、今日見えたのは皇后からの話を伝えるためであろう。正義王様、ご存じないでしょうが、私は今官王のもとに身を寄せております。陳平殿は皇后の部下として働いていたのに官王に身を寄せたのか。一体どの面下げて会いに来たのだ。私は前の義王に厚遇されました。また正義王様は徳のある方とのこと、本日この地を通りかかり、懐かしさのあまりご挨拶に参上いたしました。何か言いたいことがあるのではないか。実は利害についてお話を。今立国が睨み合い、外官は戦っています。どちらが勝つか間もなく明らかになるでしょう。そなたはどちらが勝つと。天下の情勢から見て勝つのは関王でしょう。天下が義弟の死を怒る中、関王は四方に檄を飛ばし兵を挙げました。わずか二月で千里に及び、天下の民は心を寄せ、諸侯も考えを表し基準しています。私はその一役人でしたが、関王に従いその討伐に力を尽くします。関が栄えれば皇后は敗れます。正義王様、今こそよくよくお考えください。そして決めたなら断固を行うべきです。そうか。ああ、よくわかった。だがまずはよく考えさせてくれ。ことは重大だからな。陳平殿、ゆっくりくつろいでくれ。
陳平様、どうぞ酒でも召し上がれ。白鬼、お前から言われた通り話したが、これで良いのだな。てっきり幸運が送ってきたかと思いましたが、関王からとは予想していませんでした。ではこうしよう。どうせ劉邦とは戦っても勝てないし、逃げることも難しい。劉邦に頼るしか。そう答えよう。行ってくる。あ、お待ちよ。話し合いは？何を言うのだ。いいえ、話し合うべきです。話し合い、陳平にあなたを信用させるのです。ああ、そうだな。お前の言う通りだ。よし。うん、常々考えていた。皇王から統治を与えられたが、ここは孤立している。私の地位も永遠ではない。それが私の不安だった。だが陳平殿の話を聞き、日頃の心配事は消えた。しかし気にかかることがある。もし皇王がこれを知れば、必ず攻めてくる。その時にどうすべきか。何がおかしいのだ。強者と弱者をお分かりではない。そして時勢が読めていない。最後に、皇王がどんな人間かご存じない。一年前の皇王は、その名は天下に広まり、仰ぎ見るのも恐れ多かった。しかし今は違います。正義王様と召喚、強いのはどちらです。妖王召喚は真の西を守り、平和精鋭で戦上手でした。しかし関心は漢中に討ち入ると、配給を水攻めにしました。この関心と連戦で疲れた皇王では、どちらが強いでしょう。強者と弱者は常に変化しているのです。では聞くが、時勢を読めぬとは。天下には定まった時と勢いがあります。今はどちらも定まっていません。皇王は強引で天命に背いています。天下を取るには時機を得ないと。皇王は秦を倒しましたが、時流に逆行していて勢いを得ていません。一方関王は、関中に入ると血も流さず法三省を定めた。部下は賢明で天下も従っています。関王は天下の時を知り、天下の勢いを得ています。陳平殿は皇王の人柄を知っているのだな。問題はそこなのです。皇王という男は、人の失敗を許さず、体温を忘れ、感情の起伏が激しく、力で人を抑えつけます。正義王様は今、外官の間で孤立しています。皇王は姓を倒せば義に兵を向けます。正義王様から土地と王位を奪ってから官軍と戦います。正義王様、どうか熟慮に熟慮を重ねてください。確かに筋が通っている。では陳平殿と一緒に関王にお会いしよう。このことが皇王に知られたら討伐に来るだろう。私は関王と共に手を取り合って宋を討とう。この決心は変えぬ。正義王様の言葉をお聞きし、遠望の策と思いました。いつか正義王様の地位が盤石になったら、必ず今日の私の言葉を思い出してください。王様、半蔵様からの使者が来ました。どんな話だ。正義王の奴が劉邦と組み、
北条に向かっています。驚きはしない。劉邦はいつもこうだ。烏合の衆が虚勢を張っているが、どうせ一撃にも耐えられない。アフへの伝言を使者に伝えに行ってくれ。伝英を殺し次第すぐに戻り逆賊を撃つと。はい。おい、よく見ろ。壮大な都だろう。ええ。海と大山に挟まれ街道が伸び雄大な姿だ。作った者はどんな思いでこの都を築いたのか。残念なことに姓は世継ぎが頼りなかった。今では盗っ人が横行し悪党がのさばっている。英雄は戻ってこない。今こそ連中を懲らしめてやらねば。この美しい都が台無しになってしまう。そうだろ。臨死を平定したら聖の王宮の美酒はお前たちにくれてやる。うん、いい、賛成です、うん、義父。はい。先方をやるか。本当ですか。感謝します。何日必要だ。一日です。よし、いいだろう。やめろ。よく聞け。西洋は負けた。剣を捨てて投降しろ。無駄に死ぬな。帝王はどこだ。逆賊の帝王はどこだ。質問に答えろ。いいか、みんな行くぞ。最初はどこだ。くそ。
将がいたぞ。急げ最初。最初。王様はどこだ。どこにいらっしゃる。王様はお亡くなりに。王様。最初、我々も討ち死にしましょう。やめろ。言ってはいけない。人はいずれ死ぬ。急ぐな。ここで死ぬのは屈辱でしかない。何の意味もないぞ。お前たちは我が聖国にとって勇気であり力だ。死ねば気が晴れるだろう。だが聖の国はどうなる。このまま消えていいのか。民はどうなる。奴隷になっていいのか。いや、ダメだ。今や聖国は君主が亡くなり国も破れた。だがまだ大使がいる。聖国は滅亡していないのだ。はい、そうでした。我らは命がある限り戦い抜かねば。おっしゃる通りです。再び陣容を整え聖国の栄光を取り戻します。起こしてくれ。ここで別れよう。決してまとまってはならん。すぐに手分けして士族の長老を訪ねろ。町の年寄りのところで人を集めてもらえ。お前たちの各々が積極的に行動するのだ。民の士気を鼓舞して全ての聖の民に呼びかけろ。剣を持って立ち上がれと。楚軍の領末を奪い遅れた兵を襲うのだ。我々は国を挙げて戦う。皇后をこの土地から抜け出せなくさせて息の根も止めてやる。昨日また領末が奪われかけました。将兵が必死で戦い大半を守りました。我が部隊は奇襲に遭い大変な被害を受けました。王様、聖国の兵はまるでハエです。攻撃すれば逃げ出し、我々が去るとまた戻ってくる。皇軍の兵は脱落すれば聖の兵や民に殺されるのです。捕虜の話では伝王がまだ生きていて大使を西王にして抵抗する計画だとか。残飯があるからハエがたかるのです。奴らの町を燃やし焦土として反逆者どもを埋めるのです。そうすればハエも消えるでしょう。劉諸将軍の作戦はひどすぎます。私はこう思います。この度の戦は傲慢で無礼な伝言を罰して諸侯に警告を与えるためでした。今後は盟約を守れ。立場をわきまえない不心得は許さないと。岐阜将軍、確かにその通りだが、一度始めたら戦は勝つまで終わらないのだ。劉諸将軍、町を焼き尽くし民を殺し兵力を損ない王の徳を損なって何の利益がある。聖の兵は総部隊に分かれ地の利を生かして攻めてくる。一方我々は兵が疲れ将軍も手詰まりだ。やめないか。いい加減にしろ。岐阜将軍の話は正しい。しかし聖が聞くか。聖が平和を求めていない以上仕方がない。殺そう。そうだ、殺そう。王様、恩を忘れた者は
血と炎で懲らしめるしかない。それ以外に言葉で言っても奴らには通じないのだ。私は聖の抵抗を叩き潰し、歯向かう者は最後にこうなると天下に知らしめる。さすが王様。龍舎将軍、一つ聞こう。楚軍と西軍を比べてどちらが強い？もちろん我が楚軍です。それならなぜ兵を分散した西軍に何も打つ手がないのだ？奇襲のせいだ。なんと卑劣な作戦だ。人をバカにしている。恥知らずな。お前たちは分かれて各自の兵を引き西国を掃討しろ。それはいけません。兵を分けてはなりません。王様、それこそ伝王の思う妻です。菊将軍、心配はわかるが、もう言うな。命令は下した。撤回はしない。王様、考え直してください。兵を分ければ必ず負けます。为爱而生，为。